よし、行こう。後ろにする。じゃあ、俺出すわ。はい。はい。よし。しかも俺マスターしてるね。松田さんから感想、はい、お願いします。井上拓真さんと場に入れて、絶対俺から行った方がいい。あ、じゃあ一番井上さんお願いします。はい、あ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、撮ってる。あ、撮ってます。お疲れ様です。久しぶりのスパーリング、調子良くなかったんですけど、次もっと頑張ります。お疲れ様です。ありがとうございました。ここまで運転してくれた、会長本当にありがとうございます。みんなで頑張りましょう。ビーツをさんお願いします。めちゃめちゃいい経験になりました。めっちゃ強かったですね。あと雰囲気が良かったな。雰囲気やばかったですね。大橋ジムはすごかった。あと、あみたいな、暑かったですね。燃料にもね。でまたやりたいなと思って。エントロさん、エントロ、はい、感想。あ、自分は20日行かせてもらったんですけど、あのやっぱ世界チャンピオンのさらに上のチャンピオンの井上尚弥さんが40ラウンド近くやらせてもらったので、すごく自分的にもレベルアップできたと思います。最後会長お願いします。リレコ多くて週1で高橋さんも来たり、はい、違う方も大変だなと思いながら、でも楽しませてもらってます。で明日ね、ペンタローじゃなくてペンタローと翼と同時にメタコジムじゃん、はい、明日から、続くと思うけど、最後までやりきって全勝を目指して頑張りましょう。おっ、ありがとうございます。ペンタロー自分は、あ、僕ですか。あ、インカメラ、インカメラ、いや、インカメラ、めっちゃ恥ずかしい。恥ずかしい。やれよ。ここ八冠の、中垣選手と、いいスパーリングができたと思います。僕その怪我してから半年ぐらいスパーリングできなくて、久々にやったんですけど、まあ、動きとかもあまり落ちなくて、超良かった。いい動きできたんで、超良かった。これからも練習頑張っていきたいと思います。応援お願いします。おはようございます。